新年明けましておめでとうございます。法政大学の玉江です。今日はゆうたくんと一緒に世界西さんに1月の就活の動き方について教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早稲田大学3年のゆうたと申します。よろしくお願いします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。はい、というわけでね、今日はもう2024年になりました。皆さん新年の準備できてますか？できてます。できてます。まあできてない方もいるということで、はいはい、できてる人も気を引き締めて聞いてほしいですし、できてない人にも正しく、はい、こう焦って正しく時間を使ってほしいなと思います。はい、はい、ちょっと私からは就活やった身として、まああといろんな就活生見てきたので実体験いろいろ語りたいなと思います。 ありがとうございます。実体験お願いします。では早速就活の状況をゆうたくんから聞いていきたいと思います。ゆうたくんどうですか？現在の本選考の状況が、最終面接まで行ってるものが1社ですね。ただ内定はまだないので、まあ、これから頑張ろうかなと思っております。私は内定1社ちょっといただいてて、その1社ともう1個最終面接で残っている1社と今迷っている段階で、1月中旬に最終面接があるので最後もそこで決めたいなっていうふうに考えています。1月に就活を始めるって実際遅いですか？それとももう少し休んでから就活解禁直前ぐらいからでいいんですか？結論、正直ちょっと遅めです。お二人どう思いますか？僕自身の周りにはやっぱりもう現時点で始めてないとちょっとまずいっていう空気感がやっぱり多少あるのでどちらかで納得です。はい、ありがとうございます。私からもうちょっと少し補足すると、はい、調べてきたんですよ私。おおで、11月末時点で内定が 11%、はい、11%、 11月末で早いですね。2号卒就活生の夏インターン参加率 93%、 93% らしいです。なので本当になんか全体的に早期化が進んでるっていう感じですよね。もう早いです。まあ、しかし可能性はゼロではないので、もう今からやるって人もぜひ可能性はあるので悲観的になりすぎずに正しい受かる努力をしましょう。はい、まずこの動画の、まあ、趣旨としましては、焦らせるつもりはありません。変に焦って変に煽られて、なんか情報商材と か、 なんかスクールみたいなところに引っかかっちゃう人って一定数いるんですね。そうではなくて、正しく知って正しく焦って正しい努力をするっていう方向に私たちとしては皆さんに向いてほしいと思っていますので、その方向で今日お話ししたいと思います。はい、はい、実際就活市場では1月ってどういう時期に当たるんですか？公式的にはですね、まあ、皆さん知ってる通り3月解禁っていうのが、まあ、公式のルールなんですけど、正直早まってます。なので、まあ、正直1月からもう先行しちゃってるところもあります。もう1月から本選考が、本選考してる企業があります。やっぱり人の取り合いなんですよね。優秀な学生はとにかくどこも欲しいので、早く内定し早く置いちゃいたいっていうのが各企業の本音、で、あるんでも3月まで待ってらんないよっていう企業はいっぱいあります。ベンチャーを志望してるのと大手志望してるので、ちょっとこの時期ってその動き方の違いだったりっていうのはあったりするんですか？まあ変わりますね。実際ベンチャー、メガベンチャーと言われてる企業とか結構早まったりいうので、とにかく早く本選考の準備をしなくてはいけないっていうのはあります。まあ、ただ大手企業を受ける人もですね、ぜひその視野を本当に大手企業だけに絞らずに、もっと広く広く見てほしいので、まあいわゆるメガベンチャーと言われてるような若い企業っていうところもぜひ受けてほしいなと思うんですよね。つまり1月2月からもう受けちゃいましょうっていうのが僕からのメッセージです。なんか私が去年就活やってて周り見てて感じたのは、はい、一般的にベンチャーとされるメガベンチャーとかベンチャーとかそういう企業の人たちっていうのは割となんか年内で内定を持ってる人が多いかもしれない。なるほど、年内ですね。ただ年明けても、まあ、割と選考まだ続いてるので人数少ないし枠小さくなってるけど全然挑戦する余地はあるよっていう感じがするので、逆に大手の子たちっていうのは割と3月から本選考開始、ちゃんとその就活解禁から始めなきゃいけないみたいな子が多かったから、1、2月でちゃんと対策して3月で本番っていう子が多かったかなっていうイメージはありますね。今年はちょっとまだみんなちゃんと各社多分選考は違うと思うので、それぞれ調べてもらった方がいいと思うんですけど、一般的にはそんな感じです。なるほど、ありがとうございます。でした。はい、1月中にこれだけはもう絶対終わらしとくべきみたいなものがあれば、今のうちにちょっと教えていただきたいなと思ってるんですけれども。はい、結論2つございます。まず1月中終わらせてほしいこと、1つ目、エントリーシートを仕上げる、2つ目、筆記試験の対策を準備する。でございます。エントリーシートに関して言うと、はい、締め切りラッシュって来ちゃうんですよ。もう密集してるので、事前にガクチカとか自分の強みの部分はちゃんと仕上げておいて、仕事時もある程度は形にしておくことがすごい大事です。やっぱよくあるのは時間がなくてコピペル出しちゃうケースっていうのが結構あって、あ、はい、志望動機コピペで出すと中身が抽象的になるんですよね。で、中身が抽象的だと、あ、これコピペだなって分かるんですよ。なんでコピペじゃないように A 社 B 社 C 社って、なぜ A 社がこう志望してるのか、なぜ B 社志望してるのかっていうのは言語化した方がいいです。
期を多分完成させておけってことと思うんですけど、はい、どうやって完成させていけばいいのか。なるほど、これはね、一人で悩んでても答えは出ません。なのでやっぱり僕がいろんな動画で言ってるんですけど、やっぱ社員さんと会うしかなくて、社員さんと会って社員さんの生の声をもう聞いて、もうイエスの中にその生の声を登場させちゃう。でも実際イエス持ってったりしてもいいので、持ってって見せて、でお願いしちゃうと。なるほど。うちの会社に会う子どういう子かなとかって、その社員さんが一番分かってるから、行きたい企業の社員さんをもう捕まえてください。気合いで。なるほど。気合いで。気合いで。気になったのが、その経験値を積むってなったら、こういろんな会社を受けなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、ただそれこそいろんな企業を受けて経験値を積むってなると、 ES とかもいるけど、そのたくさん社員さんとまた会わなくちゃいけなくなってくるんで、時間とかもないですし、はい、そうですね、それこそその経験値を積むだけに受けようとしてるのに、それ志望動機は絶対抽象的にはなっちゃうのは確定するんですけど、経験値を積むためにはそれぐらいでも出した方がいいのかなとか思ったりするんですけど、結論から言うと、はい、どんどん出した方がいいです。でその上でグラデーションってできるんですよね。本当に志望してるめちゃくちゃ濃い企業と、志望してるといえば志望してるけどそこまでではないなっていうちょっと薄いの企業と、グラデーションできるんですね、で濃い方は絶対あってください、で薄い方は、まあ、抽象的になってもしょうがないんですけど、だったらグッて社員さんのインタビューとか見て、インタビューのこの人 A さんのこの話とかを使うといいかなと思います。なるほど、はい、筆記試験、はい、次、はい、筆記試験。筆記試験はですね、落ちる人います。だから対策して損することはないです、割とここが一番学歴を覆せるチャンス、ここしかむしろチャンスがないっていう感じなんで、はい、あんまりそこに自信がない人はここで一気に差をつけれるところかなと思うんで、めっちゃチャンスだから頑張った方がいい思います、はい、2人のウェブテスト結構通る？いや僕1回か2回ぐらい落ちます。まあ落ちますよね、はい、いやそう全然落ちます。リアルにそう思います、はい、対策はどういうことしてますか？問題集あると思うんですけど、それを1冊とりあえず買ってそれを解いてる、まあ全部はさすがに解ききれないんで、それこそ自分が苦手だなっていう部分だけ解いてやってます、はいはいはい、私と同じ代の子は、はい、ウェブテストで大体同じ問題が出る、そうですね、っぽいので、もうとりあえず受ける、いろんな SPI ある企業だけを受けて場数を踏む、場数踏む大事です、大事ですのが一番良かった、そうですね。今お話に筆記試験の話とエントリーシートの話があったんですけど、それとは別に面接ってどういう対策をしたらいいかっていうところを教えていただきたいです。場数を踏むこと。過去今まで僕がたくさん見た人の中で面接で良かった人って圧倒的に場数を踏んでるんですよね、例えばホズミ君とかこちらの動画なんですけども、もう開始1分で全然違うんですよ。なんか自分という商品をこう紹介してっていうことに慣れてるので、やっぱ一発で分かるんですよ。それで準備ができる人って実際仕事任せても準備できるから伸びしろがあると思うじゃないですか、で逆にこの面接の1分間でも準備できない人って今後何か任せた時に準備できないってことは伸びしろないじゃんって思われちゃうんで、そうやって準備力があるってことを見せるためには場数を踏んでください。場数っていうのは友達と LINE 電話つなぎながらお互い1分間話してみてフィードバックし合うみたいな、でいいのでやってください。あと1個いいですか、はい、バカずさを踏むだけじゃなくて動画撮るのも確かにすごいいいなと思って、私それこそ就活の時ずっと動画に出ながら就活するじゃないですか、で、なんか自分の悪い癖とか悪い口癖とかが分かるんですよね、だから動画撮るのはもうめちゃめちゃおすすめです、はい、ありがとうございます、はいはい、では本日はセカニスさんに1月の動き方について教えていただきました。セカニスさんの SNS は概要欄に貼ってるので皆さんチェックしてください。お願いします。それでは皆さん2024年も就活一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。おー、 ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単、概要欄からチェックしてみてねー。